最近朝とか夕方からちょっと気温下がるようになったし、そろそろなんかロンティーでも欲しいな。なんか身近なユニクロで売ってないかな。おう、いろいろあるね。でもどれ選べばいいのかわからない。誰か教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、冒頭にもお伝えした通り、そろそろですね、気温も少しずつ落ち着いてきまして、朝晩になると半袖の T シャツもいいんですが、なんかロンティーが1枚あるといいなという感覚に皆さんもなってる頃かなと思います。まあ、僕自身もですね、ロンティー好きで去年もいろいろ買いましたが、今年ユニクロでですね、素晴らしいロンティーを見つけてしまったので、今回の動画では徹底的に解説をしていきたいなと思っています。それがこちらの商品ですね。実際に店舗に行って購入をしてきました。商品名はユニクロ U のブラッシュドジャージーモックネック T シャツ、かっこ長袖ですね。カラー展開が5色あるんですが、僕が今回購入したのは68番のブルーになります。価格はですね、こちらで2990円ということで、まあ、今期ロン T いろいろとある中でもこれはかなり仕上がりが良かったので、皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。まあ、ユニクロにもロン T いろんなバリエーションがあるんですが、その中でも夏から秋へと季節が移行するときに使えるようなロンティーというよりは、少しですね、こちらのロンティーに関してはちょっとですね、気持ち厚手になってるんですね。しかもちょっと襟元はモックネックということで高めになっているので、秋にすぐに着るようなアイテムというよりはもう少し先になってくるかなと思うんですが、それにしても仕上がりが最高に良かったので、今回はご紹介したいなと思っています。ユニクロ U は定番のユニクロのラインに比べると少しデザイン的にもエッジが効いていて、あとは色合いですね、ここが大きく変わってくるんですね。通常のラインにはないような曖昧な色使いというところが最大の魅力で、このロンティーに関してもどの色もめちゃくちゃ良かったので、まずは一色買ってみて、そこから気に入ったらもう一色買うのがいいかなと思うぐらいですね、仕上がりが良かったんですが、僕はまず1枚目としてこのブルーを購入しました。ところで最近ですね、このユニクロの中ではブラッシュドシリーズというものが増えていまして、ブラッシュドツイルのシャツだとか、そのあたりもあったりだとか、まあいろんな商品の中にこのようなちょっとこう機能感のあるですね、素材を使ったアイテムを増やしているんですね。例えばですね、これも最近購入したものなんですけども、ブラッシュツイルのですね、シャツアウターですね。これも非常に良かったですね。通常の素材感よりも少し起毛感があることで、季節感が漂うのと、ソフトで柔らかい雰囲気が伝わってくるのがですね、この素材の良さかなと思います。そんな中でもこちらのロンティーがですね、かなり仕上がりが良かったので、この後実際に着ながらですね、その特徴を細かくお伝えしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速着てみましたが、いかがでしょうか。なかなかバランスのいい仕上がりになってるかなと思います。ちなみに僕はですね、身長164センチ、53キロと小柄な体型なんですが、今回選んだのは L サイズになります。まあ、正直ですね、 M と L 両方着て結構悩んだんですが、少しゆとりを持たせていきたいなということで、今回はいつもよりもワンサイズ上げて L サイズを購入しました。このあたりはお好みだと思います。割とベーシックな雰囲気が好きな場合は通常サイズを選んでいただいて良いかなと思います。僕の場合は M を選んだかなと思うんですが、まあ、もう少しトレンド感出したいなという方はワンサイズ上げてみると、また全然感じ方が変わってくるかなと思います。まあ、ユニクロ U のアイテムということで、ユニクロの通常のラインよりも最初からゆとりがあるんだけども、それでも極端に大きいわけではないので、そのあたりのサイズ感ですね、そこはぜひ皆さん試着をしながら慎重に検討してみた方がいいかなと思っています。僕もワンサイズ上げるだけで結構気分が変わりまして、これだったら結構1枚で着るのもいいんじゃないのかなと個人的には感じています。まず特徴なんですが、生地の厚みは結構しっかりありますね。 T シャツとスウェットの間ぐらいの厚みがあるので、割とこれ1枚でも秋でも過ごせるんじゃないのかなというぐらいですね、かなり暖かいアイテムになっています。秋はこれ1枚で着て、冬になればこの上にコートだとかダウンだとか、そういったアウターを羽織れば結構暖かいので、ニット代わりに使えるという方も少なくないのかなと思います。まあ、肩のラインは落ちていてゆったりめのシルエットなんですが、着丈はそんなに L でも長くないですね。ちなみにこの裾の部分にはですね、スリットが入っていて、
てですね、見え方にちょっと工夫があるんですね。横から見た感じスリットが入ってる方が割とですねシャープに見えるので、個人的にはこのディティールはすごく好きだなと感じています。で、襟元はモックネックという形でですね、高めになっているんですが、ただモックネックといってもかなり高めのものもありますが、そこまで高すぎないような襟の位置になっています。あとは襟のフィット感なんですが、ユニクロ U のロンティって、まあ、モックネック型のものありますけども、以前に比べると割とフィット感が高くなったのかなという印象があります。ちなみに以前は M サイズを着ていたので、それとの比較なので微妙に分かりづらいんですけども、 M よりもワンサイズ上げても割としっかりとフィットしているので、この首元のですね生地がちょっとたるんでしまうみたいなことがなくてですね、個人的にはこのあたりの襟周りの雰囲気はすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。襟元と袖の部分にはリブがついていて、キュッと引き締まるような印象になっていますし、ミニマルなデザインなんですけども、ちゃんとですねディティールにこだわったような、そんな一枚になっているのかなと思います。で、素材の質感なんですが、表面にブラシをかけて少し起毛感を出してるんですね。だけどもその起毛感もやりすぎ感がなくて適度なんですね。本当に気持ち起毛してあるかなぐらいの感じですね。あとは表面にちょっと木感があるので、色もペタッとした感じに見えずに、ちょっと奥行きが感じられるような、そのあたりも含めてなかなか上品な仕上がりになってるかなと思います。これで2990円っていうのは、やっぱりユニクロでしか実現できないような、かなり特別感のあるような設定になってるかなと思います。で、カラー展開なんですが、先ほどもお伝えしましたが5色あるんですね。どれを選ぼうか結構迷われる方も多いかなと思います。ただやっぱりベーシックなとこで言うと、個人的には30番のナチュラルですね、こちらを見ていただきたいんですが、こういったものがまずは使いやすいかなと思います。単体で着るよりは、割とこのようなものっていうのは重ね着のベースとして使いやすいと思います。白 T の上にジャケットだとかアウターを着るとバランスがいいように、このナチュラルカラーですね、真っ白ではなくて少しですね柔らかみのあるようなホワイト系のカラーですね、これをベースにしながら重ね着をしてもらうと、かなり秋冬には活用しやすいかなと思います。なのでナチュラルから入るのがすごくいいかなと思うんですね。真っ白ではなくて少し黄みがかっているのが、個人的にはバランスがいいかなと思います。そして秋冬っぽさを出したいんだったらワインですね。このカラーはちょっとこう初級者向けのアイテムではないかなと思うんですが、秋冬の雰囲気を存分に楽しみたいのであれば、ワインというカラーは1枚あるとすごく便利なアイテムかなと思います。割とこうワインの中でも赤みが強いというよりはブラウンの方向に近いような色味なので、そこまでとっつきにくいような色ではないので、かなり使いやすいかなと思いますね。で、個人的に僕がですね最後まで迷ったのが、ブラックか今回着ているブルーか、このどちらかで最終迷ったんですね。まあ、ブラックはブラックでベーシックで使いやすくていいんですが、僕はですね皆さんもご存知の通り、結構ブラック系のパンツを履くことが多いんですね。まあ、そういった時に上もブラックだと全身重たい感じになってしまうので、ちょっと色を変えたかったというのもあります。そこでこのブルーを着てみたところ、なかなか色味が良くて、まあ、ネイビーとかブルーというと大人の定番的な色合いなんですが、最近はですねちょっとグレーとかに押されていて、あんまりネイビー着たくないなという気分も個人的にはちょっとあるんですね。だけどもこのブルーはですね、従来のベーシックなネイビーだとかブルーという感じとはまたちょっと違っていて、見え方によってはちょっとダークグリーンっぽくも見えますし、あとグレー味を感じるようなブルーグレーぐらいのような雰囲気にも感じられるんですね。このあたりの単調に見えないですねブルーというところが非常にいいなと思ったんですね。ですので全色見て結構こう悩んだ上で、今回第1着目としてはこのブルーを購入しました。こちらでしたら今のようにロンT着てブラックのパンツを合わせれば、それだけで着こなしが成立してしまうので、秋すぐに着ることもできますし、もうちょっと季節が進んだら重ね着のベースとしても使うことができるので、まあなかなか便利な色合いかなと思っています。今はタックアウトして着てますが、もちろんタックインをして今っぽく着ることもできたりするので、まあ様々な見せ方ができるような非常に使い勝手のいいインナーだと思います。まあ今回はこちらのブルーを使いながらコーディネート事例もご紹介したいので、早速着替えてみたいと思います。はい、ということでちょっと着替えてみましたが、いかがでしょうか。まあ、だいぶ印象が変わったかなと思うんですね。先ほどまでメインに着ていたこちらのですね、モックネックロンティですね、ブルーの下ですね、ボトムスは先ほどはブラックでしたが、
今度は思い切って爽やかなホワイトに変えてみました。だいぶ印象変わりますよね。ブルーと近しいブラックを選ぶことでシャープにまとめることもできるんですが、コントラスト高くですね、ホワイト系を合わせてもブルーとホワイトはすごく相性がいいので、まあ、かなり爽やかな雰囲気になるんじゃないのかなと思っています。そしてこちらのですね、ロンティーの上にですね、重ねたのが同じくユニクロのブラッシュドツイルオーバーサイズシャツですね。こちらのブラックを今回は羽織ってみました。これまたですね、名作だと思うんですね。まだ単品で紹介はしていないんですが、買って非常に良かったなと思うアイテムの一つです。素材感を統一させて、色味もですね、ブルーに対してブラックという形で、濃色で合わせているというのは、結構ハマりがいいので、上半身は濃いめにして、ボトムスでちょっと明るさを出してあげると、すごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。結構このようなスタイリングだったら、ブルーのロンティーはですね、重ね着のベースとしても使えるので、ぜひ皆さんにも一枚は持っておいていただきたいですね。ブラックももちろんいいんですよ。ブラックのロンティーもベーシックでいいんですが、ちょっとひねりを加えたいだとか、着こなしの中に少しだけ明るさを出したいのであれば、ブルーぐらいの方が意外と使い勝手が良かったですので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか皆さん。今回の動画では、ユニクロ U の秋の新作となる、ブラッシュドジャージーモックネック T シャツですね。こちらを皆さんにご紹介させていただきました。一言で言うと、めちゃくちゃ良かったです。これは傑作だと思います。まあ、ロンティーもいろんなものがあるんですが、なかなかですね、無地のロンティーとなると差別化もしづらいですし、そこまでですね、テンションが上がるものって多くはないんですね。ある程度は想像できてしまうんですが、こちらに関しては素材感にまずは驚きがあって、普通の T シャツよりも厚手で、T シャツ以上スウェット未満のですね、割と肉厚な感じが良かったです。ちゃんと着映えするんですね。もちろん通常の厚みの方が圧倒的に着やすいと思うんですよ。着脱も楽だし、着れるシーズンももうちょっと長くなるかなと思うんですが、それだとちょっと差別化ができないので、これぐらいの厚みというのは結構ですね、一枚のロンティーとしての完成度を高めてくれてるかなと思います。素材の質感だとか、モックの高さだとか、細かな部分の集積がやはりユニクロ U らしいですね、こだわりが詰まっていて、非常に魅力的な一枚だなと思いました。僕は今回ですね、ブルーというですね、あんまり人が選ばなそうな色をですね、選んでみたわけなんですが、まずはですね、皆さんの中で気に入ったカラーを選んでみてください。ベーシックなナチュラルだとか、あとはブラックですね。このあたりを買ってもらえば、まずは間違いがないかなと思うんですね。そして使い勝手を実感した上でもう一枚ぐらい足してみるのもすごくいいかなと思います。僕もですね、今回ブルー買いましたが、おそらくですね、ブラックだとちょっと路線は変わらないので、まあナチュラルか、なんかワインなんかを足すのもいいかなと思っているので、もう一枚ですね、買い足しながらワードローブを充実させたいなと思っています。改めてユニクロおよびユニクロ U の底力を感じたアイテムでした。なかなかこのような完成度が高いアイテムが3000円前後で買えるということはまずないかなと思うので、ぜひ皆さんもこの機会にチェックをしていただきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日もですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、普段なかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたは専門ブランドの情報に関しましては、僕はもう一つ別で運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週末にライブ配信を行っています。だいたい1時間ぐらいライブやってるんですが、皆さんから直接ご質問にその場でお答えするような形式で展開していますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見れない方のために、こちらオンラインサロンっていうものもやっています。この中では動画ではなくて文章と写真ベースで、なるべくですね、短時間でメンズファッションの情報をですね、集められるような投稿を行っています。僕の方でも毎日投稿していまして、僕以外のスタイリストだとか専門家の人もですね、記事を書いてくれています。また参加者の皆さんもですね、気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まって交流できるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。